武藤信義から1933年7月27日は、日本の陸軍軍人。元帥、陸軍大将、正二位、訓移投降一級男爵。関東軍司令官県中満大試験関東長官、教育総監、軍事参議官、東京警備司令官等を歴任した。慶応四年、現在の佐賀県岸島郡白石町牛まだに、佐賀藩市。 武藤信直の次男として生まれる。教師を志して、佐賀市藩学校に入学するも、失望して中退した後は陸軍を志して、陸軍共同団へ入団する。卒業後、陸軍不評二等軍曹に任官。陸軍主官学校を1892年7月23日、卒業。翌年3月13日に、陸軍不評少尉に任官。卒業後、 不評、第24連隊小隊長として、日清戦争に出征。戦後は、陸軍大学校に入校。1899年、第13期の主席の成績を収めて、恩師の軍党を授けられる。日露戦争に、この一種団参謀として参戦し、王力公海戦勝利の功により王力公、軍参謀に進む。法典海戦に参加。日露戦期間後は、 ロシア公使官付部官補佐官、1908年12月21日に参謀本部欧米課長。1911年1月26日に陸軍大佐、1912年12月18日から、この F 票第4連隊長、大正4年4月10日から参謀本部作戦課長を務める。1 9十六年五月二日、陸軍少将不評。 第23旅団長。1918年7月24日に参謀本部府を命ぜられて、ハルピン特務機関長。同年11月9日から、オムスク特務機関長、シベリア出兵にあっては、現地支援した。1919年1月15日参謀本部第一部長。同年7月25日陸軍中将、参謀本部総務部長に移る。 1921年5月5日、第3師団長に親保し、シベリアに赴く。翌年11月24日、参謀次長。1925年5月1日に、軍事参議官に、親保。翌年3月2日から東京警備司令官を兼ねて、陸軍大将に新任。同年7月28日に、関東軍司令官に就任。 1927年8月26日、教育総監。1932年5月15日に5.15、事件が起こったことにより隕石辞任。5月26日から、軍事参議官に退く。1932年8月8日、再び、関東軍司令官に就任。満州国駐在特命全権大使と、関東長官を兼務。9月15日に、 同国務総理、帝国所との間で、日万議定書庁員。満州国内の治安維持や熱化平定の軍港により、1933年5月3日に減衰号を賜る。1933年7月22日に横断にかかる。一旦回復したものの、25日に腹膜炎を併発して、心境の官邸で倒れ。 7月28日午前7時47分、皇居。翌29日新京で、国別式が行われ、棺は、防護巡洋館平戸に乗せられて30日に、大連を出発、8月1日に、下関に到着した。3日に、東京駅に到着し、7日に、日戸公園で葬儀が営まれた。皇居に際し、7月27日付で、生に、 君一等旭日等歌大受賞、高一級禁止勲章が授与された。またこの際、男爵くらいの受爵を打診されたものの、家族が辞退したことによって8月6日に改めて受爵した。昭和天皇から御佐多を賜る。墓所は東京都文京区五国寺墓地。ありがとうございます。